おはようございます。今日も高松へ再び飛びます。朝早かった。前回はね ANA に乗ったんですけど、今回はジェットスターが安いということでジェットスターです。さて飛行機の中は X-Men の復刻版ですね。こちらを見ながら空の旅を楽しんでいきます。ガム噛んでますね。高松空港に到着しました。今回は揺れたな、はい、ありがとうございました。はい、というわけで高松駅までは行かずに栗林公園前のバス停で降りてきました。栗林公園もね名所らしいんですが、そこに行きたいというわけではなく、あれなんですね、徳島に行くのに10時10分発の高松駅発の徳島行きの特急に乗らないといけないんですけど、10時ぴったしにリムジンバスが駅に着くんですよ。若干ダイヤが怪しかったので、まあ、路線バス的には20分早く着く栗林公園で降りて、でここから歩いて15分ぐらいですかねの栗林駅、高松駅の次の特急の止まる駅ですね。そこで乗るという手に出ております。はい、乗れるかな、特急自由席なんですけど、はい、栗林駅、栗林じゃないんですね、栗林です。1両止まってますね。今回は JR 四国のスマ駅アプリというものを使ってですね購入しました。他のね JR みたいに券売機で発券したりとか、あと IC カード連携みたいなね設備投資もなかなか厳しい会社なので、あのスマホをアプリ上で買って見せるっていうスタイルですね。先ほど入場したのでこんな感じになってます。徳島までですね、はい、この週末自由席早得切符ってやつは高松徳島が往復4000円で行けますね。普通に買うと確か6000円いかないぐらいするのかな、なので結構安いですね、はい。乗り換えに余裕があったのでセブンイレブンに立ち寄る余裕もありました。宝の焼酎ハイボールうめえ。さて1時間ほど電車に揺られて徳島駅に到着です。
友人改札通るのもなかなか久々な気がしますね。しかもこれを見せるだけでスルーというね。で、改札を出たらこれを自分でスイッチを切るという、なかなかねアナログでございます。ワギンホール、ここが徳島駅で、ここですね、ここが今日の STU の会場です。ワーギンホールに着きましたが、物販会場に研究生が出てきたりはしていないみたいですね。じゃあお昼でも食べるかというところで、ワーギンホールの裏に歩いてすぐある有名店猪谷に来ました。中華そばです。来ました、徳島ラーメン。いわゆる徳島ラーメンというのを全国的に有名したのはこの店だそうで、いやー美味しかったですね。ご飯が進む。このタレで肉野菜炒めとか作ってみたいなって思ったりしましたね。こう徳島って河口にあるだけあって川の町らしいんですよね。何年か前にブラタモリが徳島の放送の日があって、それでざっくり覚えてますね。STU2 年目ぐらいの時かな、徳島のイベントに遊びに来た時に すごい酔っ払って橋を渡った記憶がありますね。なんかそこの橋はたもとに阿波踊りの像があって、男踊りと女踊りそれぞれあって、それを真似して踊ってた記憶がありますね。でこれが眉山ですね。ロープウェイが見えます。ステッカーを買うと回せるくじを引きまして、なんと壁島よいかちゃんのサイン入りチェキを引き当てました。さて早めに入場させていただいて敵へ向かいます。お出迎えではね、おしめにも気づいてもらえて嬉しかったですね。席はどん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 前へと進んでいきます。ここだ、地の14、近い、目の前がステージ、しかも降りてくるよここから。Yeah.
それではお見送られスタート。ありがとう。ありがとう。かわいい。開演中のサツカタイムの動画を見て分かるように本当に近かったので楽しかったですね。隣の見ず知らずのおじさんと誰々からレッスン来てましたねなんて確認し合いながら出てきましたけれども、いや来てよかった徳島。さてすぐに会場でございますので席へ向かいます。次も2列目で今度はど真ん中。スタートしたいと思います。スタート。
すごかった、まあ、昼の1列目ですごく楽しかったんで、まあ、2列目なんでと思ってたんですけど、ポジション割りでいう1番ぐらいのところですかね、上手の。なのでライブ中もねすごくメンバーと目があって、パフォーマンス自体もじっくり見れるし、正面からね、いやもう本当に楽しい徳島公演でした。終わっちゃうのが悲しい。じゃあすいません、はい、いただきます。ありがとうございます。これはね、まあ、ひなちゃんがおすすめしていた大正ラーメンにたまたま遭遇したので入ってみて食べてみました。いや、出汁がしっかりしててね、量も締めにぴったりぐらいですし、物足りないと思えば濃い飯を入れておじやも楽しめるっていうんで、美味しい塩ラーメンでございました。だともと別れて徳島市街を宿まで散歩です。また夜もね、さっきの川の町ですけれども雰囲気が違ってきますね。昼間に話題に出した阿波踊りの像はこちらですね。そしてたどり着いたのがこちらの宿ネクセル。サウナがあってカプセルみたいな感じなんですが、お部屋がねちゃんとあるんですよね。宿はこんな感じで、風呂トイレは別なんですが、しっかり個室になってます。そしてお風呂に入って風呂上がりの焼酎ハイボールです。いいライブだったな。おやすみなさい。本日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。次の動画は翌日の岡山編の公開予定しております。旅の詳細は概要欄を見ていてください。よかったらチャンネル登録お願いします。